EU、 あ、ここ出てきましたね。だから EU 国内をですね、自由にね、移動する権利はなくなる。宣言条約ですね。A consequence of ending EU citizen's right to enter the UK。 これ逆に今度は、EU の市民がね、イギリスに入ってくる権利も、その結果終わると、そういうことですね。エンディング、従ってコンシケンス。 There will be some travel and work restriction。 トラベルとか仕事をする制約も出てくる。 And existing arrangement for healthcare and car insurance are likely to end。 やっぱりノータックスでもいろいろこういうのなんですね。ヘルスケアっていうのは、医療の、既存の契約とかね、車の保険が、ヨーロッパ全体でやってた場合は、イギリス人には適用されなくなる。likely to end。Some scientific and research cooperation should continue。だからいくつかの、科学的、それから、研究協力、研究の、共同作業は続けるべきだと。で、しかし、But Britain has been excluded from the Galileo Satellite Positioning Project。だから、イギリスはね、ガリレオ Satellite Positioning Project からは除外される。これは何かというと、下に書いてあるんだけど、EU が構築した全地球広報衛星システムのプロジェクトからは除外される。それからね、And there are uncertainty over the terms for the future participation in the Horizon Research Program。 これ、Horizon Research Program っていうのは、Horizon 2020って言って、全欧州規模で実施される研究及び革新的開発を促進するための欧州研究のことを言うんですね。イノベーション枠組み計画というんですけども、それの、Future Participation、 将来の参加を、やらアンサーテンティー、オーバーザターンの条件に対して、アンサーテンティー、参画が確定しないということはわからないということですね。未定だとアンサーテンティーです。オーバーザターン、オーダー。だから、これホライゾン2020は、どうなるかわからないけど、ちょっと未定ですよと。Britain is also going to drop out of the EU's Erasmus scheme。of student exchanges。 学生交換のためのエラスムスプログラムってあるんですけど、これもドロップアウト、退会する。これはだから人の交流ですね。人物交流協力計画、これも除外になる。 And then there is Northern Ireland。 北アイランド出てきましたね。 And then there is Northern Ireland、 北アイランド、 which unlike Great Britain will remainin the single market and custom union。 イギリスと違って、北アイランドはね、単一市場とカスタムユニオン、だから関税同盟は残るとね、これ残るということですね。で、 border and custom checks in Irish Sea。 アイギリスとアイランドの間にあるね、アイリッシーですね、アイランド、アイリッシー、アイリッシュ海ですね。カスタムチェックですね。ボーダー、国境のカスタムチェック。are likely to foment continuing debate over the future unity of UK。 イギリスとの将来の統合に対する継続した議論を、これ、フォーメントっていうのは、革命を煽るとか、緊張を高めるというんですね。だから、継続する、している。だから、この国境についてはね、are likely to foment。Continuing debate。 だから、 over the future unity of the UK。 イギリスとの将来の統合についてどうするかという議論を継続してするようだという感じですね。それはどういうことかというと、 As will continuing Scottish opposition to Brexit。 スコットランドがね、ブレグジットに反対しているのを継続して、スコットランド独立しようとしている。それと同じようにですね、この北アイランドについてもしばらく棚上げっていう意味だと思うんですよね。棚上げ、
まあ、そっとしておこうという感じですね。この文章、非常に曖昧、フォーメントっていうのは高めるでしょ。継続的な議論を、まあ、今後緊張を持ってやっていくよみたいな、いうことで、まあ、これしか書いてないんですね。だから僕は、なんかそういうニュアンスかなと思ったんですね。それでね、あとね、